ーチボルト糸一騎の子孫、サム糸一騎はお前か。トゥー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 、お前は物を知らんでしよ。はい、というわけでビースト覚醒でございます。ビースト覚醒よー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 しょー。というわけで、かねてより散々やるやるやると言っててね、あのなかなか機会がなく延長に延長を繰り返してきたトランスフォーマートークですが、この度ようやくですよ皆さん。なんでそんなテンション低いの？怒るよ。続くと思いますよ。ようやくですね。ようやくですよ。ようやくですよ。もうね、まあそのビースト覚醒の公開が近づいてるということで、このねトランスフォーマー大好き軽量ジャグイエーが今こうして立ち上がったんですよ。アニメだなんだってなってくるともう多すぎるんで、はい、トランスフォーマー今回はもう分かりやすく映画公開に備えて実写映画をおさらいしていきましょうというところでございます。実写版、はい、まあ、といってもトランスフォーマーとはこういうものです、いやこれはこういうストーリーですって解説動画にしちゃうと面白くないと思うんですよ、聞き手側の皆さんも。とにかく愛を語ってくれますよ。でそもそもオタクトークって愛を語るものじゃん。そうですね、うん、今一応初心に帰ろうぜ。ジャンプシリーズだ ね結構ね、プレゼンみたいなのだったから、ね、うん、なのでということは僕は愛を語っていこうと思います。なのでね、まあ、大体1時間ぐらい、ひたすら経路についての愛を語っていこうと思います。はい、そもそもジャンプさん本当に自分でもびっくりするぐらい実写版トランスフォーマー好きで本当大好きなんですよ。本当にどれぐらい好きかって、どれぐらい好きなのリラ君？それはオールスパークに聞いてくれっていうぐらい好きですよね。いやなんか下手したらアニメシリーズよりも好きなんじゃねえかっていう。少なくとも日常で話しててキャラクターのセリフが1日1回ぐらい出るよね。いまだにね。いまだにね。うん。じゃあダイン君はなんかトランスフォーマー見たことあるんですか、実写版は？実写版はね、金曜ロードショーとかでやってたのを見たぐらいだからね、そんなリピートしてみた覚えはないんですよ。じゃあ今度うち来て夜通しトランスフォーマーで、ね、夕方にアニメをやってたやつっていうのちょろっと見たことがあるかな。うん、なるほどね。まあじゃあ、うん、実写版の知識あんまりないということで。そうそう、ビーストウォーズに関しては放送しなかったかな。全くわかんないかな。うん。まあそんなダニー君を今日置いてきぼりにする気満々に喋るんですけど楽しみしてたんでね、まあ、とにかくトランスフォーマーが実写化するよってなった時のあの時の俺の興奮を知ってくれ2007年。なるほど、ね、2007年なんだもんね、あれやったの。いやだからリラクと僕で同じ中学だったわけですよ。で、はいはいはい、まあ僕もリラクも子供の頃からトランスフォーマーが大好きで、うん、で僕はやっぱこうメカニカルなトランスフォーマーが大好きなんですけど、リラクはビーストウォーズ寄りだったんですよ。はいはい、そうですね。でなんかまあ我々の地元民にはもうな、ね、馴染み深いドリームプラザという建物がありましてはいはいはい、そこでしか映画館見れないんですけど、行くなんか映画見るたんびにチラシパンフレットとか持って帰ってきてさ、もらえるじゃんチラシ、もらえるね。あれでトランスフォーマーがさ、映画化するってよってなんか噂が流れた時あったじゃん。にわかには信じがたいみたいな。いや、トランスフォーマーの実写化無理ですよ、ね、みたいな。不可能だよと。って言って、なんかの映画を見に行った帰りにチラシが置いてあって、まだシルエットだけだったんだけど、オプティマスが立ってたわけですよ。あの時もう目ん玉飛び出たもんね。パンパンパーンっつって。トムとジェリーのごとくね。そう、ほんで嘘だろって言ってもうそっから学校で話題が持ちきりになり、はい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 、予告編が公開された時のあの衝撃からの、はいはいはい、映画館で見た時のあの何本当に未知との対面みたい、うん、うん、あの衝撃が本当忘れられないのよ。今まで感じたことないものだったね、うん、もう初めて見るものだのよマジで、うん、わかりやすく言うと、あの64からゲームキューブになった時みたいな気持ち。うわーってなるね。本物あれが、本当に衝撃的だったんですよ。で、えれえもん見たぞ、これはと。うん、放心状態。で、あの見た帰りにね、買って帰るわけですよ。
あの感じが苦しいほど好きでね。で、七夕祭りで後輩がブラックアウトとラチェットを買うわけですよ。おー、ブラックアウトとね、うん。あの、なんか七夕祭りでおもちゃ買う感じ。そこも込みでね。そう、もうなんか、ほんとよくて、なんかあの、トランスフォーマーが実写化するよってなった時に、もうお祭り騒ぎだったっていうのは、まあ、ね、皆さんそうだったと思うんですよ、好きな方々。うんうんうん。でも、僕は、とにかくもうコンボイが好きなんですよ。はいはいはい。はいはいはい。まあ、トランスフォーマー好きでコンボイ嫌いな人いないと思いますけど。コンボイ。うん。まあ、みんな好きじゃないですか、コンボイって。コンボイ大好きですね。うん。で、リラックとかってよく話すんですよ。歴代の推しコンボイは誰か。難しい話よ。はいはいはい。なるほど。なんですけど、なんですけど、なんかね、この実写版のオプティマスプライムが歴代コンボイでもかなり上位で僕大好きなんですよ、ね。実写がっていうのはすごいですね。いや、ほんと好きなんですよ。で、うんうんうん、僕一番好きなのはマイクロン伝説のコンボイなんですけど。ああ、かっこいいですね、マイデン。その次が長らくビッグコンボイだなって自分の中で思ってたんですよ。おお。うん、2番目が。ビッグコンボイもかっこいいよね。が2番目の推しだなって。で、3番目ぐらいが、難しいって感じだったんですよ、ずっと。でも気づいちゃったんですよ。ん？え、でも推しトップ3のコンボイって俺決まってるよなって。なんで3番目でいつも悩むんだ。ん？で、気がついたんですけど、3番目がビッグコンボイ、2番目がオプティマスだったってことに気づきました。超えてたんですね、ワンマンアーミーを。そこに気づかなかったんですよ。そこへ気づいてなかったんだ。そう。あ、俺こんな好きだったんだ、オプティマスっていうね。うんうんうん。だってオプティマスの顔できるもん、俺。え？顔の動き。トゥ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 。まあ、そこはまあ、さておきですよ。はいはいはい、置いといて。一作目の時の衝撃ってすごくないですか？本当に。あれはすごかった。なんか、やばかったよね。もうな、ね、ブラックアウトとかが出てきてね、あの辺からもう、どうなってくるのって思ったらさ、ね、オートボットが出てきてみたら、ええー、みたいな。もうずっと通り、ね、俺の記憶の中では、うん、中学校生活3年間で一番感動したのはそれだった。トランスフォーマー。その映像を見たということがね。そう、卒業式でも泣いたもん。ただ、トランスフォーマーの実写版の魅力をちょっと語りたいんですよ。はい。やっぱね、ロボットの戦いが楽しいっていう思いで子供はあの頃盛り上がるわけですけども。まあ間違いない見方ですよね。それをね、抜きにしても人間ドラマにすごい魅力があって。うんうんうん。その、一作目はとにかくその、少年とトランスフォーマーの未知との出会いからの友情。うん、はい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 。絆。そうですね、バンブルビーとね。からの一変してしまう日常の冒険、うん、で軍の人たちと協力して人類とトランスフォーマーが協力してディセプティコンと戦っていく、うんうんうん、あの尺によくある物語詰めたなっていう。そうですね。しかもすごいまとまってオールスパークというねものを追い求めたディセプティコンとオートボットの戦いに人類が巻き込まれていくんですよね、うんうん、でキレッキレのギャグちょっとしまれたね。そう、ちょっとね、YouTube だと PE が入っちゃうぐらいギリギリな下ネタが結構連発されるんですけど、うんうんうん。で、それの1作目を経て、2作目のリベンジ。おぉ、リベンジ。リベンジは前作の戦いから2年後を描くんですけど、まあ、リベンジのごとくね、メガトロンがまたやってくるんですよ。うん。で、リベンジにあたってコンボイが、オプティマスがまさかの死亡するっていうね。まあ、まあ、トランスフォーマーの原作ご存知の方だったらね、うん、あの、恒例の展開ではあるんですけど。例に漏れずというやつなんですよね。で、からの少年の挫折、僕は一般の大学生に戻りたいんだっていうその葛藤からの、でもやっぱオプティマスのためにっていう葛藤と、エジプトまで冒険に行っちゃうのスケール感、うん。で、太古の時代から人類とコンタクトがあったっていう、なんかあの、こう、大河な感じ、うんうんうん。で、3作目のね、ダークサイドムーンでね、月の裏側に実はみたいなところのあのミステリアスな感じから、僕の大好きなセンチネルプライム登場。センチネル出てきましたね。からのとんでもない展開で無双されて、ね、大変な犠牲者がたくさん出てきて。そうですね、あれもね。ってところまでがね、はい。まあ、実写版映画なんですけど、うん、もう、ジャグさんはね、ロストエンジンからが本番なんですよ。寒いと一気ではなくそう、
やっぱね、サムが好きな人って多いと思うんですけども、感情移入しやすい。ジャムさんはロストエンジンから主人公は交代してケイド・イエーガーという男になるんですけども、はい、ケイド、もうケイドがとにかく好きなんですわ。ケイドとにかく好きですね。大好きなんですよ。そんなに好きなの伝わります？いや、もうトランスフォーマーの話って言ったらもうケイドの話しますよ、自然と。あ、本当ですか？お気づきじゃない、自分では。ちょっとそうですね、ちょっと自覚なかったですね。もうやっぱあのね、娘とのね、人間模様について語ることが多いですね、ジャグさん。そうです、彼って本当すごいこう、まあ要するにあれなんですよね、お金がない貧乏なパパなんですよね、うん、で発明家だって言ってこうね、ろくに金にならない仕事で借金ばっかりで、まあダメ親父なんです。はい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 。で娘を大学生だから学校に通わせる学費が必要だみたいなところなんですけど、ダメ親父なのにめちゃくちゃいいパパなんだよね。もう矛盾してるな。そう、矛盾してるんですよ。社会的にはお金がない貧乏なパパなんだけど、娘を思う気持ちは誰よりも強く温かい、うん、そんなね、彼が、まあ、お金がなくて苦しんでる時に、まああれですよね、ボロボロのトラックと出会ってこのパーツを解体して売りさばいてなんとかってなってたら、それがトランスフォーマーだってことが分かって、発明家、機械いじりが専門だから、うんうん、発明家としてこのトラックを一回見てみたいってところからオプティマスと出会って、まあ、そこから家族でこういろんな事件に巻き込まれていくんですけど、その事件に巻き込まれていく中でね、娘を守るためにとにかくね、うん、エイリアンの UFO に一人で殴り込み行ったりとか、うん、娘の彼氏めちゃくちゃ嫌いだったりとか、そのくらいはちょっと後で話すんだけど、はい、まあ、とにかく娘を思う。だけど娘が連れてきた彼氏でも、その事件に彼氏も一緒に巻き込まれることになって逃亡生活するんですよね、うん、オートボートが。でそんな中でね、娘の彼氏すごい最初嫌ってて、まあちょっと YouTube 上では P になっちゃうんだけど、まあちょっとこう汚い名前のあだ名をつけるんですよね、うん、でその呼び名なんですけども、命がけで娘を助けに行く中で何回も協力していくうちに、いい彼氏だなってなっていく、あの様がいいパパなんだよ。あ、認めていっちゃうんですね、嫌いだけど。でももうそのでね、最後嫌い嫌いって言ってて、戦いが終わったら最後抱き合うところでみんな泣いてくれ。そう、家庭がね、いろいろあってからだね。そうそう、ほんとそう。まあ、ロボット同士の戦いもかっこいいんだよ、ロストエイジって、うんうんうん。でもね、ロストエイジの人間ドラマほんと好きで、うんうんうん、あんなパパになりたいっていう理想像だね。まあ、まさしく。で、そのケイドが、はい、まあ早くして奥さんを亡くしてね、うん、男で一人で娘を育ててるんですけどもね、続編の最後の騎士王では追われる身となっちゃって、オートボットたち と一緒にね、追われる身になってるんですけど、それをトランスフォーマーを守るためにっつって優しいんですよね、うん、ケイドはね、うん、でその逃亡生活の中で太古の時代からちょっと封印されていた杖のまつわる物語に巻き込まれていく中で、まあ、新しい女性と出会って友情を育んでいくわけですけども、はいはいはい。で太古の時代のね、円卓の騎士ですね、マーリンの杖の伝説から始まる、はい、まあ太古の時代から定められていた言い伝えに沿って戦っていくわけですけども、その最後の騎士王でね、オプティマスがね、闇落ちしちゃったり、バンブルビーが戦って頑張ったりと、うん、で最後にね、オプティマスのね、守るためにケイドがトランスフォーマーに生身で戦いを挑んだりとかね、そういう熱い展開があって、うん、とにかくかっこいいんですよ。はい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 。っていうところがトランスフォーマーの映画なんですけども、はい、今回のビースト覚醒はその後に公開されたバンブルビーという、うん、ね、あのトランスフォーマーシリーズでも大人気のもう一人の主人公って言ってもいいんじゃないかっていうね、うんうんうん、バンブルビーです、まあ、彼のスピンオフの映画が公開されたんですけども、どうやらスピンオフだと思ったらもう別のリブート作品だってことになって、うん、新規枠だと、その作品の続編として今度のビースト覚醒があるわけですよね。はいはいはい。っていう位置づけみたいですね。そうなんですよ。で、どうです?なんかこう、リラックン的に中学時代からずっと見てるわけじゃないですか。はい。まあ、なんですけども、どうですか?なんかこのキャラ好きそうなイメージあります？なんかこう、実写版で。実写版でこのキャラ絶対好きでしょっていうのはもう一人絶対いますよね。どっちですか?人間ですか?ロボですか?あ、じゃあ人間の方からいきますか?
おう、はい。ケイド以外でじゃん。ケイド以外でやったら、まあ、第1作目から出てますね。第1作目から出てる。その人物についてじゃあ熱く語るわ、俺。その人物についてね。でもね、うん、2人いるよ。あ、2人もいる。じゃあ、2人。いや、僕は1人いるんだけど、なんかお前が言ってきそうだなって思うのが2人いるの、俺の頭の中で。うん、あ、なるほどね。でも、どっちを言っても語れるよ。はいはいはい。まずね。多分2人いるのは俺もわかるんだけど、まずこっちを聞いて。まずこっちを聞いて。まずは、ウィリアム・レノックス。あー、そっちか。まずこっちかな。うん。いや、まずそっち聞いたか。そう、まずこっちを聞きたいかな。いや、もう一人の方だったんだよ。もう一人は、絶対じゃん。え？誰だと思う？もう一人も絶対、いや、もう。それあれだよね。あの、たまたまの人の人だね。そうだよ、そうだよ。そっちはやめた方がいい、最初は。それも本命で取っとこうよ。わかりました、わかりました。え、じゃあ、トランスフォーマーの方では？あ、トランスフォーマーの方では、え？っていうかもう、トランスフォーマーで言ったら、で、オプティマス以外で。イメージのあるものでいいですか？はい。まず、ガルバトロン。ああ、なるほど。うん。ガルバトロンすごい好きってイメージがありますね。好きですね。はい。めっちゃ好きです。てか、メガトロン様ですね。そうですね。メガトロンもそうですね。はい。あとは、なんだかんだあの、フォルーンとか、その辺も。いや、フォールン大好きです。この前が買ったばかりですからね。そうですね。おもちゃもね、持ってますしね。そうですね。で、あとは、おもちゃについても語りたいからね。うん。センチネルもそうだもんね。そうなんです。うん。じゃあ、リラックンは後でジャズについて大いに語ってください。ジャズについてね。おぉ。わかった。ジョス。わかった。ジョス。副官。ジャズを助けられなかった。おぉ。ジョス。あれ、すごい流行ってるね、そのセリフ。お前のせいだよね、それ多分。俺のせいなのかな。お前は給食中ずっと、おぉ、好きって。なんでそこやねんって思いながら。お前、コッペパンを2つにちぎって、ジョスって。なんでそこやねんって俺ずっと思ってた。あそこにね、ジャズ好きだったからね。いなくなっちゃったの。好きなのは分かるけど、なんでそこやねんって。だって、映画見終わって次の日の学校でやるのそこって何？そうだね。活躍のシーンもあったのにね。そうなんです。まあまあ、まあまあまあ、そこはいいですよ。まあ、レノックス対ですね。まずレノックス聞きたいですね。レノックス対、これがね、どんなキャラかっていうと、はい。実はね、実写版トランスフォーマーでサムよりも先に一番最初に登場してるんですよね。うん、確かに。そう、一作目の冒頭から登場してるから、うん、ヘリコプターの移動シーンから始まるじゃないですか、最初。うんうんうん、で、実は一作目の冒頭から出てて、ほぼ最初レノックスで序盤進んでいくんですよね。うん、そうですね。で、実はサムの主人公の少年サムが出てくるのって、結構15分後ぐらいからなのかな。そうですね。まあ、ひとしきりトランスフォーマーちょっと暴れましたの後だもんね。そうなんです。だから、初めて中学時代見たときは、あ、レノックスが主人公なんだって。うん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 。一瞬思ってしまうぐらい、かっこいい、ダンディーな軍、ね、米軍の隊長さんなんですけどもね。かっこいいね、レノックスさん。要は彼は、まあ、要はあれですね、奥さんがいて、生まれたばかりの子供がいて、早く会いたいなって言ってる中にトランスフォーマーの襲撃にこう、巻き込まれちゃうんですけども。軍人の立場から、トランスフォーマーと向き合う少年を守ろうとするあの感じがいいんですよね。そう、最初レノックスは、まあ、米軍のチームがこう輸送中のものがあった時に、まあ、要はブラックアウトっていうディセプティコンの攻撃を受けて、その攻撃に巻き込まれちゃって連絡が取れなくなっちゃって、本部としばらく生死不明だっていう風に報道されてる中、レノックスたちは砂漠を迷いながらね、あのファンの間で有名なスコルポロックの戦いがあるんですけど、あのシーンにつながるわけですね。そこで僕の大好きなシーンがあるんですよね。はい。イランプレミアムサービスはっていう。電話がね、つながんないのよね。そう。ケツってもいっぱいあるぞ、左ケツのシーンも好きだね。カードが必要ですってなってね。そう。イランプレミアムサービスはって、まあ、そういうシーンがあるんですけども、その彼は、だからあくまでも軍の立場でトランスフォーマーに巻き込まれていくんですけども、一作目で、要は、
バンブルビーがサムのボディーガードしてて、うんうん、で、サムという少年がね、ほんと普通のオタクの少年なんですよね。そうですね。そのサムがいろいろ巻き込まれていくのが対照的に、米軍の立場からどう関わっていくかっていう対照的な描かれ方するんですけど、まあ、これが、かっこいいですね。これもかっこいいの一言ですね。あの、ね、ほんとにかっこよくて、で、一作目の後からは、トランスフォーマーと人間がチームを組んだネストっていう部隊の隊長になるんですね。ある意味で、オプティマスと誰よりも肩を並べて戦った戦友じゃないですか。そうですね、戦友っていう立ち位置ですよね、完全に。そうです。っていうのがすごい魅力的で、実は彼、最後の騎士王でも出てくるんですよね。おぉ。そう、実はね、実は、ロストエイジで一回お休みもらってね。そうですね、一回。で、そこで出てくるんですけど、まあ、その再登場が熱いんでね、ぜひダニー君にはぜひ見てもらいたいですね。オートバイに乗って、あーって言いながらブラックアウト倒すシーンは本当に。あれかっこいいね。あれもう本当に、もう本当仮面ライダーでしたからね。うん。バイク、生身なのに、バイクの、落ちてるバイクに乗って、バン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 って言って、バーンって言って、バイクで自分でわざと転げて滑りながら、ブラックアウトの股の下にくぐって、ダン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 って打って、あの迫力のアクションをぜひ、その目で、刮目してくれ。いや、レノックスかっこいいね。あのシーンはいいよね。人間キャラの魅力でいくと、やっぱレノックスって一番目に入りやすいね、序盤は。そうですね。かっこいいのね、主張されてますからね。でもここまで主人公のサムの話題がないので。はい。で、サムの話題、どうですリラックはサム好きですよね。サムの方が好きですね。僕はどっちかっていうと。サムは、やっぱあの、トランスフォーマーっていう、その、実写の映画を見に行くにつれて、やっぱ民間人の目線で僕は見るわけですよ。そうなると、はいはい、一番感情移入しやすいのがサムで、こう、はいはい、オートボットたちがサムの家に集結するじゃないですか。で、なんか庭を、そこ踏まないでとかなるシーンとか。ね、あの、ちょっと狙ってる恋人とね、そのトランスフォーマーに会って、ちょっといらんこと言われたりとか。なんかちょっとこう、ちゃめっ気の。入ってたの？ハッピータイムみたいなね。お楽しみタイム？お楽しみタイムみたいなね。そう、そういうちょっと自分たちに近いポジション、本当に一人の民間人っていうところで見させてくれたもんで、やっぱ感情移入がすごくしやすかったですね。そのサムなんですけども、とにかく口が達者なオタクなんですよね。いらんこと言うオタクっていう感じなんですよ、最初。で、口が達者で、なんかこうオタクで、なんかまあちょっとこう、まあいけてない部類のね。そうだね。で、なんだけどパパとママがとにかくユーモラスで面白いんですよね。面白い。あの二人。まあ、言い方が悪いけど、正直バカみたいな。ちょっとね。なんで、なんか陽気すぎてちょっとほんとついていけないわ、この人っちってぐらいおバカなんです。なんだけど、2作目のリベンジでこのパパとママをね、がめちゃくちゃかっこいいんで、1作目でこの家族はバカだなっていう気持ちで止まっちゃった人、うん、2作目のリベンジで家族愛を見てください。サムと、サムのパパとママの。2作目の面白さもね、パワーアップしてるからね。両方楽しめるよね。そう。2作目はもう本当、序盤からぶっ飛んでる。でも、それが効いてるから、あの砂漠の戦闘でのあのセリフですよ。あのセリフね。サムが、まあ、要するに、オプティマスが死んじゃって、サムがオプティマスを助けられる手段を持ってる。で、オプティマスのところに行くって言うんだけど、もう戦場になっちゃってて行かせないっつって、お父さんが、絶対行かせないぞっつって言って、お前は俺の息子だっつって、絶対に行かせんっつって言って怒るんだけど、あのふざけてたおバカなママが、その旦那の手を取って、行かせてあげてっつって言う、あそこめちゃくちゃかっこいいよね、ママ。鳥肌立つよね。あんだけふざけてるのに、あんだけふざけてるのに、やっぱサムのこと誰よりも理解してるのはパパとママなんだなんです。で、しかも、それ言われた後に、パパも、何も言い返すでもなく、サムの方をじっと見つめて、必ず帰ってこいよっていう。でちゃんとね、決めるとき決めるんだなっていうのがあるんでね、そこの人間模様にも本当注目してほしいんですよ。はい。いや、サム、ウィトウィッキー一家ね。ウィトウィッキー。まあ、このサムのウィトウィッキー一家がね、要するにね、物語の根幹にこう関わってくるんですよね。そうですね。
まあ、っていう人間模様があるので、まあ、そのサム君がね、好きな女の子を振り向かせるために、ね、車を背伸びして買うところから始まるんですけど、うん、まあ、今その買った車がトランスフォーマーでしたって感じなんですよ。あ、でも夢があるよね。あのいらん、ね、曲流したりするシーンとか面白いね。うん、ベビーカンバークとかね。そうそうそう。よかったら君を乗っけていくよって言おうとしたら間違いで、よかったら君に乗っかってっすとか言っちゃうのも面白くて。うんうん、サム君ってやっぱこう思春期の我々には確かに刺さるキャラだ、ね、そうですね、うん、同じ思春期でしたから。そう、やっぱなんだろう、あ、もしかしたら俺もうちの車トランスフォーマーなんじゃないかなみたいな、ね、どっかにオートボットのマークがついてるんじゃないかってね思ったもんね。そういうロマンがやっぱあの作品から感じたっていうのがあるんですけどね、うん、まあそんな中でね、やっぱでもあれじゃないですか、やっぱロボットの話題にも触れないと。おう、トランスフォーマー自身。ってところでね、魅力的なロボットをね、ちょっと紹介したいんです。ほう。まず、オプティマス。はい。バンブルビー。これはもう魅力満載ですよ。まあ、主役ですよね。でね、僕は、まあ、オプティマス大好きだからってさっき言ったからあれなんだけど、まずね、ディセプティゴンに注目してほしいですね。まずは敵側から。そう。まず考えてくださいよ。車が変形するんですよ。はい、はい、はいはいはい。ロマンじゃないですか。ロマンですよ。で、最初に襲ってくるディセプティコンのバリケードはパトカーから変形するわけですよ。はいはい、警察ですからね。で、ヘリコプターから変形するブラックアウトとか。そのマシーンもそうなんですけどもね、作品が進むにつれてどんどんね、異形の形になっていくんですよ、彼は。うん。だから、ヒロイックなマシーンからヒロイックなロボットに変形するオートボットにと対比で、どんどん異形の姿になってくる。怪物に近づいていく感じのね。どんどんもう、まがまがしい怪物になっていくっていうのが、なんかすごい魅力的なんですけど、うんうんうん、おもちゃがとにかく欲しくなんねん、これが。これが。栄冠欲しくなるで。これも仕方ないね。もう絶対欲しいことになっちゃうね。ちなみに実写版映画公開当時、僕は結構おもちゃ買ってたけど、リラックがほぼほぼ買ってなかったね。あの頃ね、同時にね、ビーストウォーズが展開されてたから、僕はそっちを買っちゃったんだよね。あ、そんな時期だっけ？そうだね。で、僕は、あれなんですよね。オプティマスはとにかく最初は絶対買うんですよね。うん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 。絶対オプティマスは買ってたんですけど、まあ、リベンジのオプティマスは感動もんだったね。あ、リベンジ、あ、それはおもちゃの意味でってこと？おもちゃの意味でものすごい。うんうん、まあ、それ未だにこう語り草になるぐらい素晴らしいんですけど。うんうんうん。その玩具でも、そのディセプティコンたちの異形の姿っていうのがすごい再現されてて。あー、なるほど。そう、特に2作目のリベンジのデバステーターとかもね。あれすごかったね。あれもすごいんですけど、あれもガングで再現されてたりとかするんで、うんうん、まあその辺もちょっとぜひね、チェックしてほしいんですけども、冷静に考えてみてほしいですよ。中学時代ですよ。はい。まだオタクが堂々とできないような時代ですよ。ちょっと恥ずかしい。うん。そう。オタクであるっていうことを隠して、うん、過ごすような時代ですよ、まだあの頃は。なんかトランスフォーマーもそうだね。なんかちっちゃい子が買うイメージあったもんな。でトランスフォーマーの映画自体は割とさ、うん、いろんな層が見るじゃん、クラス、うんうんうん、で。おもちゃまで買うのってなるともう我々しかいないわけで。そうね、なかなかいないね。そう、先輩がトランスフォーマー見たわーってメール送ってきて。うんうん。うん。で、俺が、マジで見たんすかーって言って、自分が買ったオプティマスの写真撮ったら、うわ、キモ。って返事返してきたのを忘れる。忘れねえからなと。もうあれは本当にもう、じゃあ俺にメール送ってくんなよっていう。まあそういう時代に、うんうん、あんなね、衝撃的なかっこいいロボットを実写で映画館で見せられてごらんなさいよ。あんなぐにゃぐにゃ動くね。黙っちゃいられねえべやって。うん。でさ、空気読んだかのように帰り道にお茶屋があってそこに並んでたら買うべや、あんな。いや、ほんと、今でこそ当たり前のようにみんな見てるかもしれないけど、ほんとにトランスフォーマーが実写化するっていうのは絶対無理だろうって思ってた時なんだよ。うん。それにあんな表現方法で、そうだね。実写化された時の、あの大画面で見た時の興奮ってすごいよ。うん。もっとこうアニメに近い感じだと思ってるもんね、こっちはね。そうそう、なんかもうアニメチックに描かれるのかなって思ったら、本当にもう本物じゃん。うん。
もうどこがどうなってるか分かんないぐらい動くし、みたいな。いまだに俺信じてるからね。あれ CG じゃないって俺信じてるからね。あれはね、いたんだよね、きっとね。いたんだよ。いたんだよ。撮影のために来てくれたって俺思ってるからね、俺。映画の撮影のためにサイバトロン星からやってきてくれたんだって俺は信じてるからね、今だね。だって俺が乗ってる車ディセプティコンだもん。大丈夫なの、それ。いや、割と大丈夫じゃない。大丈夫じゃないね、ディセプティコンじゃねえ。たまに油とか出すけど、まあ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 。まあまあまあ、ご愛嬌。まあ、そう、だから、本当に、いや、本当、こっち伝わんねえと思うけど、すごかったんだって。あの、ジャグの映画の歴史上一番の衝撃と言っても過言じゃない、あれを見たの。そう、マジ体で感じたって感じだもんね、あの映画。ね、まあ、言っちゃ悪いけど、絶対できねえよって思ってたんだよ、子供のながらに。うん。絶対無理だよ、つって。まさか納得いくようなね、状態にいかないですよ、と。絶対安っぽくなるだろうって思ってて、あの、コインカシャ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 ンカサムの目の前でね、うん。オーチボルトビト一気の人、サムイト一気を覚えばって言われた時の、あの、もうなんだろうね、もうほんとこう、見たかったもののイメージを超えてきちゃったから脳が処理しきれなかった。うん、言葉にならなかったもんね。そう、ほんとそう、言葉にならない衝撃っていうのを映画館で感じたのは本当に得した世代だなって思っちゃいます、私は。確かに。で、それ見た直後におもちゃ買う喜びってもうやばいぜ。もうね、見て直後ですから。そうですよ。ほんで、もう家持って帰って遊んだ時のあの気持ち、明日学校行きたくねーってなるやつ。しばらく浸っててーっつって。そう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 。っていうのがあって、まあ、トランスフォーマーって作品がすごく、まあ、アニメがもともと好きだったからってのもあるんでしょうね、我々は。うんうん、期待値はそうですね、絶対そこから入ってましたから。でも、アニメを知らなくても実写版から入った人っちも結構いると思うんですよ。はいはい、トランスフォーマーといえば実写って人多いでしょうね。で、実写版ってアニメの知識全くなくても楽しめるのも魅力なんですよ。うん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 。確かに。そう、知ってれば、あ、このキャラクターが実写になったんだとか、うんうんうん。そういうサプライズ的なものって気づくけど、それがなくても全然楽しいですもんね。そうですね。物語はもうしっかりしてますからね。映像体験としても面白いですし。だってスタースクリームっていつも毎回アニメ作品だとあんな感じだからって思ったら、実写版で一作目見たらさ。ちゃんとね。え、スタースクリームが普通にかっこいいぞってなるじゃん。うん、うんうん。で、2作目からいつものスタースクリームに戻ってくれる感じ。ちょっとへりくだった感じのね。ああいうのはアニメ知ってればなお面白いところではあるんだけど、うんうん、知らなくてもかっこいいし、楽しめるし、物語もちゃんとしてるしで。だから、ダニー君もぜひ見てほしいんですよ。ええ。どうですか、リラック的にこのジャグさん好きポイントシーン、どこだと思います？好きポイントシーンですか？ですね。もうあのシーンを出しちゃっていいですか？やめとくか。あのシーン出さなくていいんですか？クロスヘアーズが。あれ、あのエイリアンの。でもあれですよね。それ言っちゃうとさ、うん、もう話は終わっちゃうから。話は終わっちゃうから。じゃあちょっとここらでちょっとあれですよ。やっぱシモンズの話が聞きたいです。トゥ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 、はい、シモンズさん、まあダニーは絶対ねレノックスが好きだと思うんですけど、うんうん、そういうの抜きにしてシモンズっていう愛されキャラの存在を知ってほしいんですよ。スーパーキャンデラ。まあ中学時代っていうあの頃に見たから余計にこうなんか面白いおじさんってイメージで好きなんだよね、シモンズ。うん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 。シモンズってキャラがいるんですよ。うん。で、こう画像乗っけといてあげてください。シモンズって、ね。シモンズ、神です。このおじちゃんがいるんですけど、このおじちゃんが、要するにセクター7っていう、まあ、実は政府によりも政府直結の組織で、まあ、要は秘密裏にトランスフォーマーの研究を昔からやってた組織なんです。うん。っていう、なんかまあ、エリート機関の、まあ、要するにエリートなんです、シモンズって。うん。で、アメリカ政府とかが、軍隊とかが、トランスフォーマー、なんなんだこいつらはってなってる、なんかセクター7っていうこの組織だけは知ってるわけですよ、トランスフォーマー。はい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 。で、そのサムって、主人公サムがトランスフォーマーと接触したから、うん、ちょっとまあ、取り調べみたいな感じで来るんですけど、まあ、嫌な感じのおっさんなんですよ。嫌な感じだね。なんか、あの頃の、なんか、海外映画に絶対出てくる枠。う
嫌なおっさんの枠。あのね、主人公の邪魔しちゃう系でね。そうそう。で、なんかこう、バンブルビー最初に捉えて凍結しちゃったりとか、そういうなんかこう、嫌なおっさん。だけど、いちいち言動がバカっぽいっていう。どこか見くめないそう。なんか抜けてるんですよ。で、なんか、マウント取られてサムたちにちょっとパンツでズボン脱げって言われてパンツ脱いだらスーパーマンのパンツ履いてたりとかバンブルビーにタッションかけられたりとかっていう憎めないバンブルビーにタッションかけられて油まみれになるんですよ。でその後逃亡したバンブルビーをもう一回捕まえに来るんだけどその脱がされたパンツのまま来るんだよね着替えてから来ないのにスーパーマンのパンツのまま来るんだよてかバカなおっさんなんですよ言ってしまえば。で一作目のラストでまあ要するに軍隊の人とかサムとかわだかまりが解けて人間サイドでトランスフォーマーと協力しようってなった時にこう協力してくれるんですよ。でも言ってしまえば一作目は面白いキャラで終わりなんですよね。そうね。戦闘中をこうあの見ました今のピシュッとかさわけのわかんないこと言ったり。ちょっと嫌なキャラ兼面白おじさんみたいな感じだったもんね。そうそう。で、なんかその、その触れたものをトランスフォーマーに変えちゃう物質があるって、さっき言ったオールスパークってやつなんですけども、実際それを試してみようって言った時に、誰か携帯持ってないかっつって、携帯を目の前にね、ロボに変形させてみる実験をするんだけど、その、じゃあ俺の携帯どうぞって出してきたやつがいて、おお、日本製がよくできてるって言った時に、日本製じゃないよ、あれっつって、小声で言われて、して、静かにしてろ、ちょっと変わったやつだからって言われたりとか、まあそういうおじさんなんですよ。うんうんうん。一作目はもうとにかくギャグ担当はこの人だっていう。うん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 。ところで、まあそういうところでね、面白いおじさんで好きになった人って多いんじゃないですかね。そうですね。まず一作目見終わった後の我々もね、ね、レノックスよりもシモンズの話題ですよ。シモンズ、いいね、あのキャラっていう感じでしたね。で、二作目公開されたときに。はい。からですね、主人公サムが、まあ、要するにまあいろいろあって追われる身になっちゃうんですよ、うんうん、で追われる身になった時に助けを求めに行くんですよシモンズのところに。まあシモンズとは知らずに助けを求めに行くんですよ、まあ、すごい人がいるってなって、うん、ほんでらシモンズだってなって再会するんですよシモンズとサムでもその時シモンズなぜか知らないけど肉屋の店員やっててもうママと実家暮らししてるからね。ママと実家暮らしでママにめっちゃ怒られてて、ママ手切ったらどうすんだとかって言って何やってんだこいつってなるんだけど、要するにサムの一件の後セクターセブンズ組織が解体されて、うん、職失って実家を継いでてでまああった面白担当だよこのおじさんってなってまあ笑うんですよ。で、そっから、中盤からそのサムの逃亡生活にシモンズも加わって、ずっと面白いんですよ。うん、で、俺は絶対お前には手貸さないって言いながら、ノリノリで手貸してくれるし、ね。力を貸してくれちゃうんだよね。トランスフォーマーに興味あるからね。そう、なんか、要は、ちょっとサムと似てるところあるんだよね。トランスフォーマーが好きなんだよね、うん、そういうの、うんうん。そうだね。で、小僧には絶対手なんか貸さん、お前のせいだとかって言いながら、うっきゅうきで手貸してくれるんですよ。うん旅同行して助けてくれるんだけど、その道中が面白すぎるんだよね。で、エジプトまで旅することになるんだけど、まあ、逃亡生活だから焚き火しながら寝てるとき、もう一人レオっていうサムの同級生がそのレオとめっちゃ仲悪いんだよね、シモン。なんだけど、焚き火で焚いて寝てるとき、レオと抱き合いながら寝てたりとか。ちょっとしたギャグがね、効いてくるんだよね。そうで、なんかそのなんか博物館に潜入しに行くぞってなるときもう着替えるシーンがあるんだけど、なんかまた変なパンツ履いてるもうパンツキャラになってるからね。てかそういう面白いさなんだけど、戦いのときめちゃくちゃかっけんだよね。ここがかっこいいですね。そうなんか最後サムがオプティマスをね生き返らせに行くからって言った時に、うん、成功するといいなっつってこう見送ってくれたりとか、うん、でこっから先は俺一人でやるって言って一人で車に乗って、でなんかただ一人祖国に追われた男がとかって一人で言いながらでなんかこう米軍に連絡取ってこのままあると地球が滅びるぞっつって言ってここを狙えみたいな、うん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 、
の通信でこう指示出して、実は地球を救う立役者になったりとか。ね、デバステーター倒してたからね、彼のおかげだよね。どこを狙えばいいかって、デバステーターの弱点をあの下に潜り込んで見てて、デバステーターの股間の下にボールが2つこうぶら下がってて、たまたまの下だって通信入信があの大爆笑で、そんなの大好物だもんね。もうなんかふざけてるんだけど、うん、なんかもうかっこいいんだよね。そうなんだよね、生き様もかっこいいんですよ結局。そうというのがあって、で実はシリーズを追うごとに実は毎回出てて、うん、3作目でも出てくるんですけど、であのロストエイジではそのサムから主人公を交代したってのもあって、そのサムの関係のキャラはほぼ出てこない。うんでも最後の騎士でまた再登場するね。再登場ですよ。愛されてるんですよね、トランスフォーマーファンからね。あれはね、ご褒美だったね、あの登場はね。そう、あの海外の言葉でなんか潜入捜査するときになんか任せろっつって、グローバルな対応を見せてやるっつって言って、なんとかなんとかって言ったとき、それバイバイの意味っつってパンでドア閉められてそう、抜けてるんだけどかっこいいって、あの面白おじさんをね、ぜひ見てほしいです。もうシモンズが面白くて見るもありだと思う。うん、シモンズを持ってみるっていうのは確かに面白いかもしれない。ほんと面白いんだよ、爆笑間違いなしっていうキャラですね、シモンズさん。笑いもあるんです。やっぱすごいな、笑いありだもんな、トランスフォーマーも。でもシモンズの笑いがあるからこそだと思うんだよ、トランスフォーマーって。本当にあのキャラがいたからってのも俺あると思うんだよね。そうだね、あの、うん、なんかそういうね、楽しみ方のまた幅を広げたもんね、完全に。で、大体ね、映画見終わった後、次の日学校とかでね、ただ一人その国に追われた男がってみんな言う。熱く語ったね。まあ、本当はケイドについて熱く語りたいんですよ。そうですよ、ケイド。ケイドについて語らせてくれ。行きましょう。いや、もう何が、もうケイドはもうとにかく貧乏で金がねえんだよ、うん、最初ね。仕事も実は俺と一緒なんだよ、中古を買い取って販売する業者なんだよね、うん、あの俺はおもちゃやってるけど、ケイドは機械屋なんだよ、ジャンク屋、ね、うん、直す技術もあるしね、うん、そうそう、で発明家になりたいっていう夢でやってんだけど、結婚して赤ちゃんができて子供生まれてすぐに奥さん亡くしてるわけだよ。はい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 。で苦しい思いしながらね、娘育ててんだけど、ケイドもシモンズに負けず劣らずの面白いおじさんだぞ。ちょっと違うけど、確かに。発言がワイルドでかっこいいおじさんなんだけど、うん、ちゃんと面白いんだって。うん。ケチャップ食べられなかったりとか、その。あのなんかあの家賃とか払わなすぎて、隣の家の権利者の人の大家さんからもう家を輪出されちゃって、ほんで買い手の人が視察に来た時にわーっつって言って、なんかめちゃくちゃフライパンカ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 ンって叩きながらなんか追い出すとか思いっきり追い出してたあれは。大きい追い出す。しかも隣の家の電線パクってきて電気についてるとか、うんなんだけど、ちゃんと技術者としてのプライドとか誇りがあって、うん、でボロボロのオプティマスを拾ってきた時にトランスフォーマーだって分かった時に、娘のテスタとかはもうすぐに政府に売って金に換えようって言うんだけど、うん、ケイドはいや俺が直す、うん、最初は本当だからバラバラにしてパーツを売って娘の学費にするつもりだったんだけど、話を聞くうちになんかオプティマスのなんだろう肩を持つようになってね、うん、でオプティマスを追ってる墓場の風っていう組織に狙われるようになった時に、はいはいはい、娘を撃つぞって脅されるんだけど、それでもオプティマスの居場所を教えなかったんだよね、うん、でなんかそれでオプティマスが感謝してケイドを助けてくれるんだけど、その時のオプティマスのね、あの活躍から2人の友情が始まるんだけど、うん、なんかそのサムとバンブルビーっていう人間とトランスフォーマーの友情をこうジュブナイルテイストに描いたのが最初のサム、はいはいはい、少年ね、ケイドがトランスフォーマーと紡いでいく友情っていうのはパパ目線から描かれるって、そこに注目してほしいの。だからあのオプティマスと会話しながらさ、ほらバンブルビーが手が焼けるんだよな、あそう、だからそのケイドが娘に手焼いてるのを見てオプティマスが笑うんだよね、珍しい、うんうんうん、ほっほっほっつって気持ちは分かるっつって、
バンブルビーかなつって言ったりとか、そういうなんかパパ目線っていうところで2人がこう強調し合っていくのがすごいいいんですよ。うん、で娘がピンチの時命張るじゃん。うん、もちろんですよと。なんだけど、要はオプティマスがピンチの時も娘の時と同じぐらい命を張って助けてくれるんだよね。ね、もうね、そうね、トランスフォーマーとして見てないよね。そう、もうトランスフォーマーのピンチも娘と同じぐらい命をかけて助けに行ってくれる。で、その時ロストエイジの時、ケイドが主人公の時ってなぜかオートボットが人類から追われる気味になっちゃってるんだよね。そうなんだよね。そう、あれだけ人類を守るために戦ってきたもん。まあそれは墓場の風って組織の策略だったんだけど、いや、それでそんな中でも自分のもう人生がだからトランスフォーマーを引き渡せばお前の人生を保証してやるって言われてるのに、それでもトランスフォーマーを身売りしないで最後まで守り続けるんだよね。で、そんな姿にこう感化されてオプティマスも人間に裏切られたんで、オプティマスはあれだけ人間のために戦ったのに今じゃ追われる身になってる。でもそんなケイドの姿を見てもう一度人間を信用しようってなるんだよな。ねえ、そうね、ひどい目に遭ってるからね。そう、そんな中を、そんな中娘守るためにトランスフォーマー守るために板挟み状態で冒険しながらさで、娘が連れてきた彼氏にめちゃくちゃ関係あるのなのになんだけど、その娘のピンチに毎回同行する彼氏になんかだんだん心開いていく様もいいし、まあちょっとピーだから言わないけど、その変なあだ名も面白いんだよな。うん、それがまた面白いんだよね、あれ面白いんだよ。うん、ほんで娘が宇宙船さらわれた時に助けに行くって言った時についていくって言った時、来るな、お前は足手まといだっつって言って、うん、あんたに力貸すんじゃない、俺は彼女を助けに行くんだって言って、じゃあついてこいみたいになる感じもいいんだけど、あの感じいいね、かっこいいね、任せてって言った瞬間になんか敵が襲ってきて、やばいどうしようって言った時、お前ビビってんのかって言われて、任せてくれって言った瞬間に敵が来た瞬間、ああやっぱ無理、ごめんなさいって言って逃げて、最後ケイドが助けてくれて、で娘と再会して、娘がケイドの胸に飛び込んでくるって思ったら、その彼氏の方に行っちゃってああ見せてやりたかった、ミスターごめんなさいと仲良くなとかって言ったりすると、皮肉最高やね。で、そんな彼氏、仲が悪い彼氏のシェーン、シェーンとケイドが共闘するシーンがめちゃくちゃ面白いんですよね。ジャグさん大好きなシーンですよ。はい、そう、エイリアンの戦闘機に乗って脱出するんですけど、敵が追ってくるから、でそれを運転していたクロスヘアーズっていう仲間に、仲間のトランスフォーマーに、ちょっと場所変われっつって言って操縦変われって言って、操縦のやり方わかんないから、どうやってやんだって言った時に、クロスヘアーズがパンチ打つ引く、パンチ打つ引く、パンチ打つ引くって言ってどっか行っちゃうんですよ、クロスヤーズ。ほんで操縦桿握らされて、シェーンとケイドが2人でどうしていいか分かんないから2人で顔合わせて副将って言って、前にパンチ打つ引く、前にパンチ打つ引くって2人で声合わせて副将するんですよ。でね、銃が撃てるからそれね。そう、でエイリアンの銃最高っつって言って、どこが好きすぎてしょっちゅう言うんだよね、俺。そう、ここだってね、相当ね、そこまでね、ずっと喧嘩してたからね、この二人。そうだよね。なのに、めちゃめちゃ仲良く、息ぴったり。コンビネーションすごいじゃないのっていうね。そういうね、逆境を何度も乗り越えていくうちに、最後、いろいろあって、こうね、戦いが終わった後に、最後、娘と抱き合って、とかあるんだけど、その前にね、うん、戦いが終わってもここからでお前たちは逃げろっつって、オプティマスが最後に、うんうん、俺は最後に蹴りをつけてくるって言って、敵のね、まあ、そのロステージのラスボスに一人で戦いに行くんだよ、オプティマスが。はい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 。その時にケイドが放っておけないっつって言って、俺もついていくって行こうとするんだよ、ケイドが。うん、で娘のテッサがパパ行かないで、行ったら死んじゃうって言って、うん、でそこでケイドがオプティマスは俺たちを命がけで守ってくれたんだぞっつって、うんうんうん、次は俺が守る番だって言って助けに行くんだよ。でも、うん、行けば死ぬの分かってんだよ。うん、そこで、あんだけ嫌いだったシェーンに言うんだよ、うん、ケイドが。いいかっつって言って、娘を一生守れよっつって、いいか一生だぞって言って。だからもう娘を託したんだよね、そこで。うん、あんだけ仲悪かったのに、嫌いだったのに、
一生守れよって言って去っていくんだよね、ケイドが一人で。俺もうその時点で涙止まらないんだよ、マジで。それまでの過程をね、全部見てるとね、心の言葉にどれんな意味があるかと。大体小競り合いもギャグシーンみたいなもんだからさ。うん、あんだけ面白い喧嘩してたのに、ここでちゃんと娘託すんだって思って一人で行っちゃうんだよね、ケイドがね。うんで、最終的にさ、でなぜ来たケイドって言ってオプティマスがいいんだけど、で、共闘するんだよね。うん、で、オプティマスとケイドがちょっとピンチになったら、ね、シェーンとデッサが助けてくれるんだよな。お前らも来るのかよっていうね。もう、なんやねんっつって。で、その戦いがあって、勝利を収めて、最後、娘とね、デッサとケイドが抱き合ってる時に、なんか、やれやれみたいな感じで、ちょっと俺もそっち入りたいなみたいな感じでシェーンが見てるんだよね、ちょっと離れて。うん、したらケイドが自分からシェーンを抱きしめるんだよね、いいやつだっつって言って。そこでもう崩壊。いいやつだって言っちゃうからね。そう、よくやった、いいやつだっつって言って、で最後娘とシェーンの2人をこう両脇に抱えて抱きしめるんだよ。うん、もうベストファーザー賞はケイドでいいだろ。はい、受賞です。受賞しましたね。もうほんとほんと好きやね。ほんとほんと好きやね、ケイド。ほんと好きだね、ケイド。ほんと好き、マジで。アメリカ映画キャラクター業界で一番好き。作品としてはじゃあ、あれですか、ロストエイジが一番輝いてるんですね。いや。お？いや。お？いやでも本当にもう未知との遭遇っていう衝撃でやっぱ一作目が、ああそうなんだ。でも一番楽しかった記憶はあの頃のその情景とかその思い出ね。うん、リベンジ。おお、そこも違う。だけどケイドが大好きでケイドと出会わせてくれたっていう意味ではロストエイジ。なるほど。でもそんなケイドの生き様を描き切ってくれた最後の騎士王が一番好きです。騎士王、最後の騎士王はね、オプティマスも、てかオプティマスとケイドの友情がまたロストエイジを経てまた描かれるんだけどさ、経てるね完全に、時を経てもこの二人の友情って変わんねんだなみたいな。だからオプティマスが闇落ちしちゃって操られてて、まあ、仲間に危害加えちゃったりしてね、そういうのがあった後に、正気に戻った後に、俺のせいでみたいな感じになって、オプティマスを処刑するって言って、古代のトランスフォーマーが襲ってくるんだよね。うんうんうん、その時にケイドが、古代のトランスフォーマーに生身で立ち向かってオプティマスを守るんだよ。うん、その時にケイドがオプティマスに、この星を救えるのはあんたしかいないっつって言って、かっこいいとこ見せようぜって言うんだよ。俺そこが好きすぎてたわら。オプティマスをもう復活っていうね。だからもう俺ケイド大好きじゃん。うん、オプティマス大好きじゃん。うん、両方にありがとうなのよ。それはもうたまらないシーンですね。それはでケイドにはオプティマスを守ってくれてありがとう。うん、オプティマスにはケイドを守ってくれてありがとう。なるほど。もうケイドとオプティマスに出会わせてくれたこの作品にありがとう。なるほど。もうそういう、もう俺はケイドが好きなのかもしれん。ケイドが好きなのかもしれない。気づいてしまった。ケイド、うん、ほんと好きです。トランスフォーマーのトークをしようって言ってほぼ人間サイドしか語らないのどうなの。でも実写版っていうのはそうでしたね。ほとんど、やっぱ、人間たちを通してトランスフォーマーを見るっていう感じでしたね。そう。で、どうなんですか？リラク的には好きなトランスフォーマーいるんですか？実写で。実写では、僕はね、やっぱね、一作目が僕は好きなんですけど、やっぱね、アイアンハイドが好きでしたね。あれ、ジャズじゃねえの？ジャズも好きですけど、一作目といえばジャズですけど。それはトランスフォーマーの知識を知っててね、マイスターってキャラが好きだったっていうのもあるんですけど、ね、アイアンハイドのデザインが初め見たとき衝撃受けましたね。あ、こういう感じになるんだっていうのと、ちょっとお茶目な感じ、銃口を人に向けちゃう感じとかも
ワールドかっこいいな。ね、そうそうね、潤滑油とね。で、まあ、なんで、ちょっとね、その退場とかもすげえね、悲しかったな。なんか結構、衝撃的なシーンが、これだけさ、数を。いきなり退場するもんな。そう、こなしてた中で、いきなりいなくなっちゃったからさ。そういうね、キャラクターたち。トランスフォーマーたち結構いろいろこう、たくさん出てきて、アーシーとかもいっぱい出てきてっていう活躍の面白さもあったけど、やっぱ、あの最初のね、メインのキャラクターたちっていうのはずっとスポット当たってたよね。オプティマス。でも、最初のキャラクターって悲しいかな。ほぼほぼね、うん、もうバンブルビーを置いてね。そうなんですよ。退場っていうのが待ってるっていうのが悲しいですけど。やっぱ最初のね、キャラクターたち好きですね。でもアリアハイダー確かに欲しい欲しいって言ってますもんね。いつかあのスタジオシリーズを手に入れたいと思ってますね。まあそうですね。まあアリアハイダーもいいんですよ。かっこいいよね。あの銃火器系ね。かっこいいんだけど、なんか可愛いんだよね、やっぱ。あのなんか、CM でアリアハイダーがバババって撃つシーンがすごい印象的で。あの空中でくるんって回ってね。そう、くるんって回りながら。あれパンフレットの裏もそれだったもんね、写真。ね、一目惚れしましたね。うわ、かっこいいっていう。アイアンハイド、次アイアンハイド欲しいですね。あれ、ラジェットも、ラジェットじゃない、アイアンハイド持ってなかったっけ、お前。いやー、変えてないんだよね。タイミングが。当時のやつ持ってない。結局当時は一個も買わなかったよね。そう、あの時は買わなかったんだよね。俺結構持ってたんだよな。でもアイアンハイド俺も持ってなかったんだよ。これからね、ビースト覚醒ですからね、ちょっと忙しくなりますよ。そう、まあ、ビースト覚醒も僕はオプティマスの活躍に一番期待してるんで。楽しいですね。新作もまだ待ってますからね。ただ、バンブルビーから始まるビースト覚醒までのオプティマスは、もうこっちのオプティマスは別人ですからね。うん、そうですね、そこはまあ別になっちゃってますから。もちろん好きなんですけど、やっぱ僕は、マイケル・ベイ監督の、うん。はい。オプティマスが好きですね。あの、ダニー君に最後の騎士のあそこでね、しびれてほしいんですよ。私はどれか忘れたか。私はオプティマスプライムだっつって、あの闇落ちで絶望した後に、ケイドの言葉で立ち上がって無双するオプティマスを見てくれ。まさに復活。ほんと、友情努力勝利とはよく言ったもんですよ。いや、マジその展開だったな、あれは。そう、俺もしかしたらオプティマス大好きかもしれん。オプティマスはでも、ほとんど、だいたい結構買ってたよね、映画版もね、おもちゃね。ずっと買ってた。一番最初のも買ってたもんね、大人のやつ。一番最初のは、でも逆にお金がなかったから、オプティマスとプロトフォームオプティマスと、あとなんか、でもそれぐらいしか買ってなかったんだよね、実は。ああ、一作目はそっかそっか。で、リベンジから本領発揮したんだよな。リベンジだ。だから、ポールンが、この間スタジオシリーズに出た時の感動は凄まじかったね。あれはなんかすごくずーっと買いたいと言っててね。とりあえず買いに行ったもんね、2人ね。買いに行ったね。あの時になんかドラゴンメガトロン買ったんだよね。そうですよ。あ、超の方も買いましたから。実は、我々ってトランスフォーマー子供の頃から好きなんですけど。なんか年に1回なんか無償にトランスフォーマーのスイッチ入るんですよね。おもちゃを買いたくなる時あるんですよね。そう、なんかさ、なんかさ、もう25ぐらいの時からずっとさ、年に1回なんか急にトランスフォーマー買い出す時期があるよね。謎の波みたいなのあるね。なんかいつもさ、だいたい俺がなんか実写版トランスフォーマー見始めてさ、また 見直してさ、その感想を言い始めるとなんかだいたい買い始めるね、みんな。なるか、ちょっと買いに行こうかってね。でも今回はその熱のスパンが長い。長いね、わかるわかる。なんかずっとトランスフォーマー買ってるもんね、最近。トランスフォーマー買いに行きたくなるもんね。ずっと買ってるもんね、ほんと最近。なんかアニメの方も買うしさ。そう、なんかだから本当にこう、そんな中、ビースト覚醒の公開迫ってるわけでしょ。そうですよ。おもちゃも楽しみですからね。で、リラックンは、あれなんですよね。もう、ビーストウォーズはとにかく大好きで。そうですね。ゴリラのコンボイのビーストが特に好きですね。だから僕はもう本当に、ビーストウォーズもちろん僕も好きなんですけども、やっぱリラックほどの熱量はないんです。どっちかっていうと。もちろん大好きですよ。
そう大好きなんだけど熱量で言ったらリラ君の方がはるかに上なんですよ、うん、ビーストウォーズ。なのでビースト覚醒に関してはだからもう本当にオプティマスプライマルっていうねゴリラコンボに登場が待ってる、はい、待ってますから。だからそれが小安さんの声でね劇場で暴れるわけです。もうですよ、どうなってしまうんでしょうね。で本当だから楽しみなところですけども、はい、僕だから先日あのボイジャークラスのオプティマスプライム買ったんですよ。もう入手済みと。そう、もうね、やっぱオプティマス映画の公開があってオプティマスのおもちゃを買う時の幸せって子供の頃から変わんないね。いやーそうだね、やっぱ、うん、テレビ見てコンボイ買うのと同じかね。そうで、オプティマスが映画公開前に手に入る、うん、おもちゃ売りは並んでる、うん、この光景ってあの頃から変わらないなって。もう物は変わっても、だからやっぱオプティマス買った時の喜びすごくて、開けた時の感動もやっぱすごかった。だから早くリラクはプライマル買った方がいい。プライマル買おう、買った方がいい早く。プライマル買いましょう、うん、そんな感じね。もうダニー君完全に置いてきぼりですよ。時間もちょっと1時間経ちましたね。もう寝てるんじゃないか、ダニー氏。ダニーなんかダニー君の声が聞こえなくなりましたけど。そう、もうずっと静かではありましたけど。どうやらね、爆睡こいたらしいですね。ネタ。まあ、今事前説明しておくと、今回2本撮りでですね。はい。別の企画の収録を経ての今なんですよね。はいはいはい。で、ダニー君仕事終わりですよね、今日ね。そうですね。まあ、眠かったんでしょう。まあ、疲れてますよ、そりゃ。トランスフォーマーを見たことない人のね、がいる前提なのに、この濃い話。濃い話ですね。濃かった。見たことない人がいるのにもかかわらず、前にパンチ打つ引くとか言っても分かんないよね。分かんないでしょうね。それ伝わんないですね。まあまあ、寝てしまいましたね、ダニー君ね。はい。はい、すやー。というわけで。トランスフォーマーの話してきましたけど、はい、やっぱりあれですね、総評として言えるのはやっぱ本当にこう中学時代を彩ったものの一つだったことは間違いないわけ。うん、大きなインパクトでしたね。だから本当ね、ファイナルファンタジーが10になった時の衝撃、あ、似てるかもしれない。そう、僕の中ではそれと同じなんですよ。何かが新しくなった瞬間の衝撃って忘れられないじゃん。でそれをやっぱ感じたのにもかかわらず、いまだにコンテンツとして続いてるし、やっぱトランスフォーマーっていうのは本当にこう、ね。で、それこそ時代に合わせてトランスフォームしていく作品なんですよ。ああ、まさしく新作も目の前ですからね。でもトランスフォームしていくけど、根本にあるあのロマン、うん、もう本当こう、憧れっていうのは変わらない作品なのでね。うんうんうん、だけどおもちゃの方も本当にこうどんどん進化してるし、本当こう何なんですかね、トランスフォーマーっていう作品はいつでも身近なものですよね。と、そうですね、ちっちゃい頃からの憧れでありね、永遠ですね。そうです、だから本当ちっちゃい頃にコンボイに憧れた、それが大人になるにつれてどんどんこうオプティマスとして実写化されてって、うんうんうん、その憧れがもっと身近に感じるようになって、そんなオプティマスたちと友情を育むキャラクターたちもね、魅力的なので、本当にこう、とにかくトランスフォーマー映像、と見てほしいですね、いろんな方々にね。で、ビースト覚醒は、ビーストウォーズが元ネタになってるんですけども、まあ、そもそも実写の映画のラインは、そのアニメとは関係ない世界線で、映画から見ても全然大丈夫なんで、きっと楽しめると思います。本当にあの、こう、楽しめると思いますし、で本当最短だったらバンブルディ見るだけでいいんですよ。うんうんうん、それだけ見とけばいいもんね。バンブルディ、そうだからトランスフォーマー、トランスフォーマーリベンジ、トランスフォーマーダークサイドオブムーン、ロストエイジ、最後の騎士よっていうこの5作品を見れては欲しいけど、最短で行くならその後のバンブルディ見ただけでも全然話は今回わかるって。うんうんうん、本当にあの、まあでも多分だけど、ビースト覚醒からいきなり見ても大丈夫なの、うん、きっと大丈夫だよね。だからそんな雰囲気あるよ、ね。そんなね、感じがしてますね。だからぜひあの楽しんでみてほしいなと思いますよ。本当に。僕らも楽しみですからね。とにかくあの中学時代に初めて映画館で、そう、映画館で見たっていうのが大事。うんうんうん、本当。
映画館で見て衝撃受けてその足でおもちゃ買った時のあの感動っていうのは、でも本当に未だにこんなに色褪せずに、うんうんうん、昨日のことのように覚えてるっていうのは本当にだからもうすごいことだったんだなって思うので、その気持ちのまま大人になれたことを僕は誇りに思います。その気持ちでビースト覚醒を見に行こうと思います。はい、帰りにおもちゃ帰りましょうね。それな、うん、それな、ね、七夕祭りのね、屋台で買えたら一番いいんだけどな。最高だね、それね。じゃあ、最後にですけど、恒例になりましたけど、ケイド氏に一言、どうでしょうか。いいんですか。いや、やっぱこの時間はね、設けたいですよ。いいんすか、ケイドに一言なんて、そんな一言、一言じゃ済まないよ。そこをね、なんとかまとめて、一言で愛を。一言は無理だから、ちょっと喋らせて。尺は必要だけど。で、何時間とかは無理ですから。ね。わかりました。はい。ね。すでにダニーが寝てるって言ってるのに、まだコーナーを続行してる。まだ喋ろうとするというね。それをしてるうちにダニーが覚醒すること僕は願ってます。ね、その可能性もありますから。ダニー覚醒。じゃあ、ケイドさんに一言いいですか？はい。ミュージック、スタート。ケイドさん。ケイドさん？ケイド？まあ、ケイド3かな？とにかく、初めてね、ロストエイジという作品を見て出会った時から、もう、本当に憧れましたね。映画、ね、いろんな映画のキャラクターってたくさんいる中で、間違いなくトップで好きです。ケイド・イエーが。本当に、こう、なんだろう、おじさんなのに、少年のような純粋無垢、なんていうんですか、ものに対する、愛着だったり、愛情だったり。で、娘をとにかく愛する。で、娘のためならってことで、エイリアンを相手にしてるのに、迷わず突き進むそのたくましいパパ。本当にね、二つの意味で憧れるんですよ。あんなパパになりたい、自分も。っていう意味と、あんなパパが欲しかったなっていう気持ちもあって。だから本当にこう、自分の理想の父親像、親父っていうものを、なんかこう、自分にこう、教えてくれたというか気づかせてくれた、そんな憧れが彼には詰まってます。そうですね、トランスフォーマーたちとこう友情を紡いでいくこの時間とか、娘と接していく時間とか、そういう時間って彼にとっては本当にこう大変で苦しい時間だったんでしょうけど、そこから逃げることなくね、どんだけ辛い時間も得てもね、娘のためにっていうその純粋な思いのためで動いてる感じも、本当にこう一人の男としても追いかけたい背中だなと思います。まあね、残念ながらね、そんなケイドの物語、まあ、最後の騎士を経て描かれることはなかったんですけども、で最後の騎士はね、ユニクロンが出てきて終わっちゃって、そこからどうなるかってところだったんですけども、その続きは描かれないがゆえに、僕の心の中でケイドはきっとこんなことしてるんだろうな、ケイドはああやって戦ってるんだろうなみたいな感じで、自分の中でケイドの物語って続いているので、決して寂しくはないんですね。あれから時が経ってもずっと僕の中でケイド・イエーガーっていう作品をね、作品じゃない、ケイド・イエーガーっていうキャラクターがずっと生きています。そうやってケイドが守ってきたもの、その多くを彼はこれからもずっと大切に生きていくんじゃないかなと思っています。そんなケイドの姿を目指して、ジャグさんも立派なパパになりたいです。独身ですけど。というわけで、そんなケイドに憧れるジャグからの一言でした。ケイドさん、これからもトランスフォーマーと人間の架け橋になってください。僕からは以上です。いや、本当おっしゃる通りですね。これからのケイドの物語を僕らの頭の中でやればいいんですよね。確かにずっとあるんですよ、うん、ケイドは。本当にケイドはきっと今もテッサのために地球の動画を、もしかしたら地球にいないかもね、宇宙の動画行っちゃってるかもしれない。行ってるかもしれないね。彼は行くね、多分。彼だったらね、行くでしょうね、誰かのためならば。行けちゃうよね、彼のポテンシャルだと。そう、だからそうやってケイドの物語は続いてるので、最後にね、その、ケイド・イエーガーという作品をね、生んでくださったね、作品じゃないですよ。トランスフォーマーという作品でケイド・イエーガーを描ききってくれた作品に感謝ですし、はい。ケイド・イエーガーを演じられたマーク・ウォールバーグさん、はい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 、僕は心の底からリスペクトと感謝を伝えたいです。ありがとう。というわけで、まあ、トランスフォーマー喋ってきましたけど、
ほぼケイドだったけど。ケイドじゃない、まあ人間模様でしたけど。ほぼほぼケイドだまあまあそれはね、うちのねトークのね味が出たんじゃないでしょうかと。またあれですね、ちょっとトランスフォーマーのおもちゃに囲まれながらお話ししてね。おもちゃに囲まれながらね、それ最高ですね。はい、じゃあというわけでね、そろそろね次回を決めていかないといけないんですけど、はい、次回ですか。はい、次回ですよね。次回聞きたいですか、何か。あ、もう決まってるんですね。ダニー氏はいないし。ダニー氏はもうね。寝てる。で、ダニー氏は起きた時にこの次回を知るんでしょうけどね。はい。次回は、そうですね。長く続いてきてましたけども。これで何回目だ ?32 になるのかな ?2 か3だよね。うん。32ぐらい。1、2、まあ、長いことやってきましたね。はい。はい、まあ、どんなものにも、どんな歴史にも、はい、ね、終わりとお別れっていうのがあるんですよ。必ずしも。まあ、どんなものにも存在しますね。そう。人にはね、そういう歴史ってもうね、目の当たりにしていくんですね。というわけで、次回はこちらだ！